はい、今日の給食です。今日はご飯と麻婆豆腐です。ご飯にかけてみました。で、あとこちらが中華スープ、そして、今日は春雨の中華サラダです、ね、そしてデザートはバナナです。ではいただきます。美味しそうですね。はい、いただいてみます。スープから、中華スープですね。美味しい。今日の中華スープにはわかめと長ネギが入ってます。すごいわかめの出汁も出ててね、香りもね、わかめの香りもすごくして、美味しい。すごい、このコクというか出汁というか、やっぱこうたくさん作るからですかね。すごく美味しいです、いつも、はい。じゃあ今日は大好きな麻婆豆腐なのでご飯にかけてます。いただきます。美味しいです。美味しい、すごく美味しい。幼稚園の麻婆豆腐はすごいなんかこう手作り感満載で、こう味噌のね、こうよくこう茄子の味噌炒めとかやるじゃないですか。ああいう感じで味噌の味が強いですね。美味しい。辛さとかはないんですけど、すごい味噌の甘さと、やっぱりこう豆腐がね、すごい滑らかで、ご飯がね、どんどん進んじゃいますね。美味しい。すごいこの味噌風味がとてもいいです。今日はね、ちょっと雨が降ってて寒い一日になったので、こういうあったかいのがね、とても美味しいです。では中華サラダいきます。すごいこう色もね、すごくね、彩りもね、すごくいいですよね。春雨にハム、それからきゅうり、あと人参、それから卵もね、こう入ってて、すごく彩りも本当に綺麗。美味しい。本当にこうちょっとこう酸味もあって、ごま油の香りがね、すごくいいですね。中華っていう感じで。春雨のこう茹で加減っていうか、それもちょうどいいです。硬くもなく柔らかくもなく、本当美味しい。本当にこう冷たく冷えててね、さっぱりとお口の中がします。おいしい。家でこうやってもね、なかなか出ない味ですよね。本当においしいです。
毎日給食の時間がね楽しみです。うん。美味しいからね、つい本当に早食いになってしまうんですよね。よく噛んでるんですけどね。はい。麻婆豆腐も子供たちには人気のメニューで、今日の給食何って聞かれたから、今日は麻婆豆腐だよって言ったら、やったーって言ってました。本当に子供がこう好きそうな味付けにねしてくれてるんですね。はい、スープもきれいに、本当に味付けをねこう教えていただきたい感じです。はい、ではデザートのバナナいきます。なんかバナナ久しぶりな気がします。なんかずっとオレンジか手作りゼリーとかが多かったので、バナナ嬉しいです。美味しそう、太くて。いただきます。おいしい、甘いです、バナナ。すごいおいしい。なんかね、こう青いところもあるからどうかなと思うといつも甘いです。本当においしい。ねっとりしててね、甘くて美味しい。最後になってしまった。はい、今日もね、麻婆豆腐もスープもデザートもおかずも綺麗に完食いたしました。美味しかったです。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。